第六代ノーサンバーランド公爵アルジャーノン。ジョージ・パーシーは、イギリスの政治家、貴族、ビクトリア朝の保守党政権下で、閣僚職を歴任した。1884年6月14日の、バニティフェア氏に描かれた、ノーサンバーランド公。1810年5月20日、後に、第五代ノーサンバーランド公爵となる、ロベイン教ジョージ・パーシーとその妻、ルイーザの長男として生まれる。 1831年から1832年にかけてバーオールストン選挙区から選出されて庶民委員議員を務める。1852年から1865年にかけては北ノーザンバーランド選挙区から選出される保守党に所属し、1858年から1859年にかけて第2次ダービー伯爵内閣で海軍省民政長官。 ついで支払い長官と商務長副長官を務めた。1867年に借位を継承して、貴族院へ移籍した。1867年に、ダービー伯爵やディズレイリが行った第二次、選挙法改正には、仮想民を我々の仲間に引き入れるつもりかと述べて、強く反対し、1868年の総選挙でも、ディズレイリ政権に協力しようとしなかった。 1878年から1880年にかけては第二次ディズレーリ内閣で王子少将を務めた。1877年から死去するまでノーサンバランド知事を務める。1886年中に成立した自由党政権第三次グラットストン内閣によるアイルランド自治法の際には、1832年と1867年に、 我々貴族が譲歩した結果、現在の事態を招いた。これ以上何らの譲歩も許されないと述べて強く反対した。1886年にガーター勲章を受けた。1869年から1886年にかけてはフリーメイソンのノーサンバーランド地方のグランドマスター代理を務めた。1899年1月2日に死去した。 1867年8月21日に父、ジョージ・パーシーの死により、以下の借位を継承。1845年に、ルイーザ・ドラモンドと結婚し、彼女との間に以下の2子を設ける。ありがとうございます。